はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントエリアを腰痛で悩んでらっしゃるあなたにお届けできればと思います。はい、まあ、おそらくですね、この動画が令和最初一発目のですね、動画になるんじゃないかなと思います。はい、まあ、新しい時代にですね、突入したってところで、まあ、いろんな世の中の変化もまた起きるんじゃないかなと思いますので、ぜひこの激動の令和を皆さんで一緒に乗り越えていきましょう。はい、ってことで本題に入っていこうと思うんですけども、まあ、この間はですね、巻き肩を直していく方法についてお話をしてます。まあ、この大胸筋だったりとか、この腕の筋肉が硬くなってくると巻き肩になってきてしまって、肩こり、首の痛み、あるいは腰痛、膝の痛みにつながるよってとこまでお話をしてます。で、ここまではですね、よくある話なんですけど、実際今のストレッチをやったけども、巻き肩が治らないんですって方非常に多いです。じゃあそれはなぜなのかっていうとですね、肩甲骨を安定ですね、この状態で安定できる、状態じゃないからなんですよ。巻き肩になってストレッチをしたけど、この状態でキープできる、体じゃないから巻き肩が治らないんですよね。はい、じゃあそれが何なのかっていうとですね、複数の筋肉が上手に働けてないから、巻き肩をですね、作ってきてしまいます。例えばこの前鋸筋って言われるですね、この中の方にある筋肉があるんですけど、こういったものだったりとか、肩甲下筋ですね、肩甲下筋って言われるのが、まあ、この辺にあるんですよ。はい、それが弱くなってたりとか、上手に働けなくなってくると、この巻き肩ですね、巻き肩を作ってしまう。まあ、この状態をキープできない状態になってきてしまいますので、まあ、このね、肩甲骨を安定化ですね、安定させる、方法を 今からあなたにお届けできればと思いますので、一緒にやっていきましょう。はい、でやり方なんですけど、ちょっとね、台というかね、棚とかがいいかな。はい、ちょっとここを使っていきます。まあ、本当はですね、おへそよりもちょっと上ぐらいのこの辺に棚がある方がいいんですけど、まあ、ないので今回これを使っていきますが、まあ、あなたのお家で、まあ、大体この辺ですね、この辺に棚があるのであればそこを使ってあげてください。ない方はできるだけ高いところをちょっと使っていただければと思います。はい、でやり方なんですけど、よいしょ、やり方ですね、やり方なんですけど、まず足ですね、足はこの壁のとこから、まあ、大体30から50センチぐらいの間ですね、開けてもらいます。でその状態で足を横に開きます。で開いてもらったらですね、外ですね、足を外にちょっと開いてあげてください。はい、まあ、こんな感じですね。もうちょっと離した方がいいかな。はい、こんな感じで、両手ですね、両手を、まあ、できるだけ大きく開いてあげてください。手を大きく開いて、なおかつ足をこっち方向ですねに開いた状態で、こっから体をですね、まあ、腕立て伏せみたいな、はい、腕立て伏せみたいな感じでぐーっと倒していきます。でこの時に、注意点があってですね、お腹をこういう風にやってしまうと意味がないです。であとはお尻をこうしたままこういう風にするのもあんまり意味がないので、まあ、一枚板みたいな感じにした状態で、このままこういう風ですね。で最後までいったら戻す、最後までいったら戻すっていうのを、まあ、10回ほど続けてみてください。戻す戻すって感じですね。っていう風にやっていただいた時に、まあ、このですね、背中側ですね、この辺りとかがなんかこう、あ、効いてるなっていう感じがするのであれば、それはできてます。はい、これがで、ここの今の状態ですね、これをしっかりやってあげることによって、肩甲骨が巻き肩じゃなくてこの状態で安定できるっていうのがありますので、まあ、今までお伝えした大胸筋のストレッチだったりとか、あ、腕のストレッチプラス今の、ちょっと待ってね、ごめんなさい、今の足を開いて、外側に開いて、手を大きく広げて、おへそを出さずに曲げて
戻すっていうのを続けていただくことによって、肩甲骨が安定してきますので、ぜひ続けていただければと思います。はい、まあ、巻き肩ですね。僕は個人的にはもうその一発でどうのこうのっていうのは絶対無理です。こういったのも習慣化することがものすごく大事だと思いますので、ぜひ、この間でお伝えしてきた巻き肩に対するストレッチ、あるいはこういったケア方法をやっていただいて、巻き肩改善に努めてみてください。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントアイデアをお届けしてますので、この辺に私のカーマークあると思いますので、ぜひチャンネル登録していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本、こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。